で桃色たかし の保健室見に来てしまう人が続出してしまって社会現象みたいな。だからなんかユタポンくんいるじゃないですか、学校に行かなくてええんやって、あの考え方は僕は間違ってないと思うんで、学校に行かないで桃色たかしの保健室に集まり出すかもしれないですからね。いやね、こうね、あるけど保健室の先生とか優しいから学校行ってもいいけど、とりあえず気分が悪いから保健室行ってずっと寝てて保健室の先生と仲良くなるっていうの素晴らしくないっていうのを解き明かしたら、なるほどなってちょっとなる気がしますけどね。なんかそういうシステムありじゃない？ちょっと待ってくださいね。よし、よーし、あそこを打ってで、あそこに出るからこうね。はい、来た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 、親父。おーっしゃー、よーっしゃー、見たか見たか、よーし、よういけたわ。よう